おはようございます。おはようございます。今日は一日密着させていただきます。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介をお願いします。はい、犬塚浩平です。今入社3年目になりました。所属は、金沢支社住宅事業部、設計課になります。今日の簡単なスケジュール、はい、教えてください。はい、今日の一日のスケジュールとしては、明日からのお客様とお打ち合わせがあるので、それの図面作成を行ってから、自分が携わった物件にちょっと行こうかなと思います。おはようございます。おはようございます。住宅の条例をしています。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。以上でこれで終わります。今日も一日よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。あと、昨日、今週は契約無事終わりました。次回7月1日の金曜日からちょっとやれるところ、設備を打ち合わせます。終わります。お願いします。これから何されるんですか？今から、メールのチェックと、あとトゥードゥーリスト、一日何をやるかっていうのを確認します。はい。今から、勉強会があるので、そちらに向かおうかなと思ってます。うん、はい、勉強会って何されるんですか？例えば、業務の中の気をつけることだったりとか、はい、まあ、ミスを防ぐために学んどくべきかとか、そういったものを今からやろうかなと思ってます。すごい、なんか大学生の時に、はい、誰もが一度は使ったであろうこのキャンパスファイル。そうですね。なんだかんだこれが一番使いやすいなっていう。見やすい。あ、そうです。絶対大学の時単位オール5ですよね。オール5じゃないですね。これ何ですか？何を書かれてるんですか？テンペースだったりとか、用紙率とか、はい、そういった、まあ、法律関係だったりとか、こちらもその町車線制限だったりとか、そういったものになります。こっちもめちゃめちゃぎっしり書かれてますね。これは例えばもう設計する上で気をつけなきゃいけないことのチェックリストになります。あ、チェックリスト、はい、これを今からの勉強会で、まあ、用語のチェックをしたりとかされるってことですね。はい、DM35MM001-15 閉めた時にここに来るからここだけ色を変えたいとかさ、あるやん。その時に何か指示したら多分それがこのここに縦枠があるのが、うん、破ったくないかって、重苦しい時がある。もっと軽い写しようと思ったらここは、うん、ここが小さくして、ちょっと上がってる途中で止めてるところと同じぐらいの高さの幅切り使わなくていいと思います。今日の勉強会はいかがでしたか？なんかまあ知らないこと多いんですけど、はい、そういった中でどんどん毎日毎日新しいことを知ることができる大事な機会なので、はい、とてもいい時間だったなと思います。上司のお二人が教えてくださるんですか？なんか用語とかを教えてくださるんですか？毎週金曜日は本当に業務の中でなんか使うことをメインにやったりとかするんですけど、他の曜日はまた違った例えば照明の勉強会だったりとか、はい、そういったものを本当にいろいろやってて、はい、やっぱ業務の中で全部必要なことなんで、はい、一個一個本当にもう吸収しなきゃ吸収しなきゃって感じでやってます。これは家ですか？これは家です。広い家ですよね。これはかなり広い方ですね。はい、一戸建て、はい、一戸建てにしては大きい方だと思います。はい、まず今回お客様が、天井の高い家を選びいただきまして、さらにロースタイルっていうふうに書いてある部分、こちらなんですけれども、はい、こちらの部分はこういったところの床よりももうちょっと下がってて、はい、なのでよりその天井までの高さを高くできるので、かなり開放的な家になってますね。はい、へえ、はい、こういった要望のヒアリングから実際に図面を作るところまで全部担当されてるってことですかね？はい、今は上司の木川課長がメインでお客様との打ち合わせをしてプランを作って、でそこからの細かい打ち合わせだったりとかを、まあ、自分が主にしていく流れになってます。はい、で今これからやられるのは何をされるんですか？はい、実際にこちらのお客様の打ち合わせが、控えておりますので、はい、先週のお打ち合わせで変更になった部分だったりとかを実際に図面の方に反映させて、今回の図面でお見せする
という形になります。ちなみに前回の打ち合わせで、はい、この変更になった点とか追加された点ってどこがあるんですか、ね、例えばここが今回ちょっとタイルっぽいリビングのテレビが置くところなんですけど、はい、タイルを貼ってさらに、壁掛けのテレビにしたいという要望があったので、そういったところの、まあ、収まり関係を今から検討していこうかなと思っています。ちなみに、はい、新入社員研修とかってあるんですか、はい、あります。で、実際に現場に行って、まあ、工事課の方について現場を見て回って学習していく、まあ、実際に現場がどう収まっているのかっていうのは、まあ、設計していく上でとても重要になるので、うん、そういった研修があります。あとは営業研修というものもあるので、はい、営業の方に同行してお客様のお打ち合わせに一緒に出たりとかしていきます。稲塚さんは、はい、図面設計のスキルってどうやって身につけられたんですか、はい、まあ、大学の時も実際に CAD を使ってたんですけど、実際に会社に入ってからは会社独自の CAD に切り替わったので、もう本当に入社してから身につけてたという形になります。でも建築関係のことは大学時代から学んでたんですか。そうですね、大学は具体的にどういうことを学んでたんですか。そうですね、大学の時から、はい、もう1年生から4年生までずっと設計を取って必要するために、まあ、自分で実際に一からどういったものを作っていくかっていうのを決めて、実際にそれを設計して提出して卒業するっていう、はい、ものになってます。まあ、地元が長野なんですけど、うん、はい、長野にある古い町並みにを、まあ、改修リノベーションして、ここを、まあ、ちょっとした、なんていうんですかね、子供園みたいな感じにしました。はい。もともとどうしてその建築に興味を持ったんですか？もともと、おじが大工だったんですけど、はい、で、実際に、まあその現場だったりとか、結構連れてってもらうことが多くて、はい、そこで、まあ、建物っていうものに興味を持ったのが、多分一番最初かなと思います。はい。じゃあ今の仕事は最高ですか？今の仕事最高です。はい。図面を撮影をします。うん、どうします。はい。今日金曜日。今日金曜日。土曜日に打ち合わせします。はい、以上です。はい。今これは何の打ち合わせだったんですか。工程です。契約前から契約後から。もろもろの工程です。予定がパンパンかどうかを、はい、こっそりと察知してます。そうなんですね。担当が多すぎる場合はちょっと調整されたりとかもするっていう。まあできる範囲は。しますね、はい、今から自分が手掛けた分譲住宅が完成したので、はい、そちらをちょっと見に行こうかなと思います。はい、稲塚さんはどこの部分を担当されたんですか。今から行くところが新しくできたのが4棟あるんですけれども、はいはい、4棟全て自分がやりました。すごい、はい、それはいつ頃担当されたんですか。今年の1月2月とかですかね。あ、じゃあ2年目の時に。そうですね、2年目の時にやりました。めちゃめちゃ裁量ありますね。あります。それは稲塚さんが活躍されてたから、その役割がもう来たみたいな感じですか。主に若いうちに、その請負物件を、まあ、お客様からの要望をもらって設計するっていうのもやるんですけど、はい、メインはどちらかというと分譲住宅をこなしていって、うん、徐々に請負物件の方に移っていくっていう流れですね。あ、なるほど。はい。あ、もう着きました。もう着きました。はい、はい、広い。こちらテレビ台になテレビ置くところになってるんですけど、はい、その上に大きい窓を設けてるので、はい、光をリビングにかなり取り入れられるかなと思います。はい、キッチンがここにあって、はい、今ダイニングリビングっていう形なんですけど、まあ、実際にここで、まあ、お料理をお客様がしている時に、はい、でもそちらにいらっしゃるこのお子様だったりとかもう全然会話ができる。確かに。はい、窓にしてます。キッチン広っ。広いです。シンクのこの大きさ。かなり洗い物がしやすいかなと思います。そうですね。はい、でここも、ね、もうかなり広い方なので、広いので、うん、はい。お料理もしやすいかなと思います。はい。はい。これも、このくらい。おー、はい。フライパン鍋、全部入る。食洗機。うわ、なんか来るか。食洗機。収納もいっぱいある。キッチンそのものにも付いてるんですけど、はい、さらにこっちにもこういったように収納があるので、あとこの下も空いてるので、はいはい、ここにここはダストスペース、ゴミ箱、はい、など置くところになってます。へー、はい、こういったここにはここはダストスペースにしようとか、はい、ここに小物置けるようにしようとかも、はい、稲塚さんが考えられてる。そうですね、はい。へー、
らが主寝室で、あのお母さん、お父さんが、はい、寝る部屋ですね。はい、はい、で、まあ、ただ寝るだけじゃなくて、はい、例えばこういったところのこの中で、あの在宅勤務がかなり進んできた中で、うん、こういったテレワークスペースも、うん、はい、こういったところに設けることが多いです。へー、はい、ここは子供部屋ですか？そうですね、ここは子供部屋になってます。広さとしてはどれぐらいですか？窓を2つつけるように、かなり昼間は照明をつけなくても明るくなってます。確かに、ちょっと照明消していいですか？はい、で全然変わらない明るさ。そうですね、実際に隣にも家があるんですけど、はい、それでも全然明るいので、うん、はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。あのちなみに、はい、この家の設計はどれぐらいかけてやったんですか？そうですね、約2、3ヶ月ぐらいですかね。3ヶ月かけて設計が完了して、はい、実際にこの家が完成するまではどれぐらいかかったんですか？3、4ヶ月です、ね。え、あ、そんなに早く経つんですか？そうです。あ、そこもやっぱり、ダマスのいいところで、もっと早く家が欲しいのに、うん、設計の打ち合わせが終わってから、工事まであと1年かかりますよって、だったら、お客様も待たせることになりますし、うん、お客様が欲しいタイミングで、人たちができないことになってしまって、うん、はい、なのでこういった短期で、工事ができるっていうところがやっぱり強みかなと思います。ちなみにこのお家は何軒目ですか？はい、これを設計した時で2年目の終わりぐらいだったんですけど、はい、多分10棟ぐらいでしたかね。10棟、はい、若いうちからそんなに任せてもらえるんですね。若いうちからどん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 その力を身につけていけるっていうやり方なので、はい、成長スピードもかなり速いできるかなと思います。まあ、その分ミスもめっちゃしますけど、うん、でもそれを守ってくれる上司の方とか、うん、先輩の方もいらっしゃるので、はい、かなりいい環境でやらせていただいてるなと思います。犬塚さんはなんでライブハウスに入社されたんですか？やっぱり、まあ、給料だったりとか福利厚生だったりとかが、まあ、自分の見てた会社の中で一番良くて、入り口がそこだったんですけど、その後にどんどんその会社の内容を見てた中で、その請負物件、そのお客様のついた住宅とかやれるのはもちろんなんですけど、併用住宅っていうのもできて、例えば病院と家が一緒になってるだったりとか、あとは病院と住宅が一緒になってるとか、そういったようにできることが幅が多かったっていうところでライブハウスを選びました。住宅設計担当としてターニングポイントになった出来事、はい、自分の携わった物件の1棟目が完成した時ですかね。うーん、はい、今までその大学とかって設計しても実際には建たないわけで、でも会社に入ったら自分が設計したものが実際に形になって地図に残るじゃないですか。しかも喜んでもらったっていう、ここで、あ、この仕事をしててよかったなってそこでやっぱ思ったし、今後もお客様との関わりっていうものを増やしていきたいなと思ったのがそこだったって感じですね。はい、ありがとうございます。あ、ちょっといつもの感じです。どうぞ。え、取れないですか？はい、ちょっと自分漬物食べれないです。美味しいのに。なんか、まあ、これが近くにあった。なんかこういう店が。どこ行ったんですか？京都に行ってきて、はい、ちょっとその話を、はい、してます。まあ、まあ、とりあえずこれが持ってますけど。かわいい。有給とかですか？そうですね、定休日とホームホリデーという有給制度を使って行きました。それはどのタイミングで取ってるんですか？特に公正みたいな四半期に一度絶対に来ないといけないという有給があるので、なるほど、はい、それを使いました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。もうお客さんのとこ行った。あ、そうなんですね。より先ほど打ち合わせしたエクサーの現場行って、うんうん、今帰ってお昼食ってな、お疲れ様です。ありがとうございます。え、ちなみにお二人は同期ですか？同期です。おお、はい、私は違うけど同期だと結構仲いいみたいな感じですか？そうですね、仲いいです。かなり仲いい方じゃないかなっていう感じです。でも仕事ない時も遊びに行くぐらい。そうですね、めちゃめちゃ仲いい、はい、めちゃめちゃ仲いいです。職種違うのに関わることってあるんですか？仕事的にはあまりない。うん、ないそうですね。はい、じゃあなんかもうプライベートでとか研修時代に仲良くなったりとか。あ、そうですね、うん、そんな感じです。ここに配属されてから出会ってって感じです。あ、そうなんですね、はい、で出会ってからは2年ちょっと、うん、3年目になったりとか、うん、そうですね。うーん、はい、でちなみに犬塚さんの尊敬するところと
直した方がいいなと思うところを。そうですね、尊敬してるところは、はい、そのことすごく頑張れるんですよ。へえ。例えばこう資格の勉強頑張ってて、まあ、遊びに誘ったとしてもちょっと勉強するからみたいな一つのことに頑張れるな。もう強い意志直してほしいとこは、はい、あの家事をしない。なんでそこまで知ってるんですか。まあ、妻伝いで、はい、あそこの仲がいいので。あ、そうなんですね。じゃあお仕事頑張ってください。ありがとうございます。今から、先ほど、作成した図面のお客様のところに実際に行ってお知らせをしていきます。はい、いらっしゃいませ。はい、おはようございます。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 今日はちょっと前回の打ち合わせの中で外観の色味を決めていただいたので、ちょっとパース見ながら実際にどんな感じになるのか見ていただければなと思います。はいはい、今回我々見いただいているのが今こちらのライブになります。イメージとすごい大丈夫そうですか。素敵な感じです。あ、良かったです。ありがとうございます。木の種類もいろんなのがあって、はい、お花が咲くものとか実がなるものとか、まあ、高さもいろんなものがありますね。はい、あんまり妻がこうビレーさせて得意じゃないっていう。まあ、ちょっと怖いですよね。なんで、まあ、手に簡単なものであればちょっと植えたいなと思ったりするんですけど、なかなかやっぱり勇気なくて。ちょっとお手入れ、そう、ちょっとしそうなものでぜひいただけたら嬉しいな。これがそうですね。こちらからこの向きで見たものになります。あのダウンライト、はい、キッチンの照明のところですね。こちらですかね。あ、そうです、はい、そこがちょっと手前が黒の、はい、なので、はい、なんか合わせた方がいいかなと思ったんですけど、はい、黒のそういったものってあるんですか。あ、ございます。あ、そうはい、ちなみにどんなんですか。はい、ですね、カタログなんですけど、はい、はい、今こちらに入っている、まあ、その芝のもの、うんうん、になるんですけれども、黒のものになるとこちらがございます。うん、はい、こちらでしたら、うん、今のこちらね、ダクトレールというものとかなりお色が近くなるので、うん、一体感が出るかなと思います。うん、あと木の天井なので、確かに黒の方がかっこよさが出るかなと思います。うんうん、はい、キッチンのところ、もしかして黒の方がいいかもしれない。かしこまりました。はい、黒に変えさせていただいてもいいですか。はい、はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。そうしましたら本日のお知らせは以上になります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。この場だから言える、はい、ちょっと直してほしいなと思うところとかってございますか。直してほしいところがないんですよね。正直。逆に田課長が自分の課長でよかったなと思う瞬間とかってどんな時がありますか。自分がその就職する前で社会が厳しいと思ってて、上司が怖いとか、うん、そういうイメージがあったんですけど、実際に自分の上司が田課長で出会った時に、こんなにフランクに接してくれる人っているんだっていうのは思いました。その言葉を受けて田課長、何かちょっと感じることがあればぜひお願いします。下から厳しく言って即戦力でちょっとでもなってもらいたいっていう、まあ、そこの思いだけですけど、うん、育ってくれてはいるかなと思ってますので、まあ、今後もさらなる飛躍を、ね、期待してます。逆にここは早急に改善してほしいみたいなポイントはございますか。免許を取ってほしいですね。免許を取って資格を取っていただきたいですね。そうですね。資格っていうのはどういった資格ですか。建築士です。建築士の資格、はい、今まさに勉強されてるんですか。そうですね。今取りたい資格とかってありますか。やっぱり、まあ、一級建築士っていうものは、まあ、一番に目標としてあって、インテリアコーディネーターだったりとか、うん、あと発見とか、うん、そういったものがあれば自分のその今後のキャリアとかやれる幅が広がるというか、うん、思いし、まあ、あとはその社内の資格としてハウジングマイスターというものがあるんですけど、まあ、今それがダイオハウスにいる中で目標としているところではあります。そういうところによると、ダイオハウスの中でも限られた人しか取れない資格っていうふうに聞いたんですけど、どういう人が取れるんですか。基本的にはまあまずはやっぱり自分
が就任職以上で、まあ、建築者を持っているというのが前提になりますけど、自分からまあ応募して、まあ、コンペで上位を取り、名前を打って、それからまあ審査があるというところになりますので、いずれにせよ作品を作っていくことがしない限りそうならない。彼からしたらばちょっと先は長いんですけど、まあ、長い目を持って、やっていただきたいなと思います。仕事の合間中に本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。梅塚さんも今日の仕事は終わりですか？これからちょっとテレワークをします。はい。テレワークみたいな形にしてもいいんですね。はい、そうですね。フレックスタイム制度を使っているので、はい。はい、これから、まあ、ちょっと午前中だけ出社して、で午後からは、テレワークをするとか、うん、そういったことも柔軟にできるようになります。はい。テレワークします。ちなみに、はい。これからの目標とかありますか？やっぱりこの住宅の設計をしている方には、はい、自分の家を自分で設計したいですね。はい、ちなみにもう一つ、はい、今日一日密着させていただいて、はい、ぜひ一緒に働きたいなと思う学生さんとか、はい、ライブハウスに興味をより持った学生さんたくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そんな学生さんに一言お願いします、はい、そうですね、やはり大学生の頃ってデザイン性をどれだけ高めていくかっていうところになるんですけど、実際にこの今実務になった時にデザイン性大事なんですけど、大学の頃よりもさらに細かい細部の収まりとかもやっぱり出てくるのが実務になります。で、私自身そこに苦労しました、はい、でも現場が実際に進んでいって引き渡しってなった時に、やはり自分がこだわったところがうまく収まっていると嬉しいし、それをお客様も喜んでくださるっていうところがあるので、世の中にいろいろな仕事があるんですけど、私はこれ以上に楽しい仕事はないなって思うので、私と一緒に働いてくださる学生さんがいらっしゃいましたら、ぜひお待ちしております。今日は一日密着本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。